再開します。休憩前に引き続き一般質問を行います。議席9番東間領事議員の一般質問を許します。東間領事議員。はい、議長の皆さんこんにちは。また傍聴席に、おられる、先輩方、こんにちは。議席9番東間領事でございます。第462回、定例会におきまして一般質問を行いたいと思います。その前にですね、今日は、午前中山城先輩からですね、私にかけてずっとザキミのことでございますが、ザキミは世界遺産ザキミ城址を有する、さらにこの庁舎があるザキミ一丁目一番地でございますので、ぜひ、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。また先ほどですね、ちょっと傍聴者の方から、答弁者の声が聞きづらいという声がありましたので、ぜひ答弁はですね、はきはきと簡潔明瞭にお願いいたしたいと思います。それでは質問に入りたいと思います。1、政策提起について、読谷村議会は平成21年10月に沖縄県初の議会基本条例を制定した。その条例に基づき、村民との意見交換会及び議会報告会を開き、政策提起を行って、まいりました。村民の多くの意見の中から重要と思われる、事項を議会として政策提起を平成24年から計5回行って、いますが、現在までの取り組みについて、村の対応を、問います。荒垣和夫企画政策課長。ご質問1についてお答えします。平成28年度までに議会から合計5回延べ39件もの貴重な政策提起をいただきました。政策提起について分類いたしますと、39件中最も多かった内容が通学路の安全対策を含む交通関連の問題で11件、次いで環境問題の6件となっており、村民生活に直結する内容を提起いただいたものと考えております。現在までの取り組みについてでありますが、早期に解決できた内容もあれば時間を要する内容、なかなか改善に至らない問題等もございます。まだ改善に至っていない提起についてはそれぞれの部署において引き続き取り組んでいるところでございます。議席9番東間領事議員。はい、答弁の方をいただきました。この政策提起はですね、平成24年12月から、計5回、平成24年には、5件、さらに、25年には7件、そして議会の改選があった、26年度には、行っておらず、27年度の方で2回ですね、5月に8件、そして平成28年1月に11件、そして昨年28年度8月に8件、この合計39件との政策提起を議長をはじめ、この19名全員の議員の総意の下で政策提起をさせていただいております。その中で、早急にできたもの、何件か、また、時間を要する内容、そしてなかなか改善に至らないよう、それはさまざまあると思いますが、それぞれ件数分かればお願いいたします。荒垣和夫企画政策課長。早期に解決できた件数は6件と認識しております。また、なかなか、改善に至らない部分は11件、残りの21件につきましては、若干完全にということではないんですが、対応しながら、やっていっているものだと考えております。東間領事議員。この政策提起についてはですね、我々議員というのは定例会において一般質問というのを許されております。それは、30分という時間ではありますが、村政に関わること、全般に質問することが許されております。しかしこの一般質問というのは各議員の信念だったり、あるいは、選挙に出るための公約であったり、また地域の皆様の声を代弁してここで訴えております。しかしこの政策提起というのは
我々村議会がですね、議会基本条例が制定したと同時に村民の場にこの議員が4班に分かれて、各自治会および各団体とこれまで意見交換をしてきた中で直接聞いてきた内容でございます。ですからこれにはイデオロギーもなく、この村民の、代表としているその議員が19名が一丸となって村政に訴えてきた政策であります。まあ、中には財政によってなかなか厳しい面もあるとは思いますが、村民の思いとしてこの議場で、ではなく議長が村長に文書として手渡して答弁をいただいているのがほとんどでございます。その、政策提起についてどのように考えておられますか。答弁をお願いします。荒垣和夫企画政策課長。まあ、議員おっしゃる通りですね、この政策提起というものはその議会、基本条例にのっとって、村民との意見交換または議会報告会をする中でおいて、地域の住民から、直接上がった内容を精査し、出されているものということで、非常に先ほど最初に答弁した通り、もう村民生活に直結する内容だというふうに理解をしております。12件なかなか改善が、できない、そういった内容についてはやっぱり予算的な部分とか、いくつかあるんですが、例えばその、診療所に、人工透析できるような施設を、そういう設備を整えてほしいだとか、そういったものは、今なかなか、すぐにということはできないんですが、例えばその生活道路の増額の要求だとか、そういった部分についてはすで、に、売額増額にしてきた経緯等もございます。そういった意味でですね、今後も、ぜひまたそういった政策提起を、する中から、我々の方としてもですね、住民のですね、福祉の向上につなげる、そういった意味合いを持つ政策提起だと理解をしております。東間良次議員。はい、確かに、予算的なもの、または、この先ほど言ってた人工透析に関しては、その専門のクリニックもあるということでありました。ただその他に関してですね、今6件この政策的の中が実行してきたってありますけれども、そのほとんどがこの議会で一般質問で後追いで、議員の方からですね質問が出て、それが進捗として進んできたものではないかと思います。例えばですね、今回 の、 質問の方でも、先日白間議員の質問にありましたフル県4地域の4本の生活道路、これも政策的に上がっておりました。それが今予算がついて前に進もうとしております。また長浜議員にからの質問がありました外ボール球場、さらに、これは陳情処置としても上がっております。その他ですね、また、老人クラブ の、 使用するゲートボール場の水道料金とかですね、こういうところもいっぱい上がっておりまして、そのほとんどの政策できたものはこの一般質問によって行われているんです。本来であればこの政策的というのはこのような場で、一般質問としてやるのではないんですけども、今回このようなことがあるので、本来であれば一件一件精査してやりたいところであるんですけども、39件をそのままこの場でやっているととてもじゃれで時間が足りません。ですので今回は、この一件一件の要件は、ここでは質問いたしませんが、このように議員19名が一丸となって、この政策に取り組んでいるこの政策的ですので、ぜひともまた、今回、新しい人事異動また新規の課長もいますので、改めてこの政策を見ていただいて、読谷村議会が人間代表制の一環として、行ってきているこの村民との意見交換、それがどのような形で、この村政が、対応しているかというのが、全議員注目しておりますので、毎定例会のようにこの一般質問の中で上がってきていると思います。ぜひともこれ一般質問に上がる前に
何らかの形で行政が取り組んでいるかを、成果報告もしくは経過報告をしていただければそういうこともなくなると思います。やはり一般質問と政策提起は違いますので、政策的の意義をですねしっかり、考えてですね対応していただきたいと、思います。それについて、村長一言お願いいたします。石峰伝説村長。はい、政策提起でですねたくさんのことが出ておりますので、これすぐ、実施できるものは、当然これ行政もですね、考えていた事業とかというのはですねすぐ実施できるわけでございますが、行政日程で、基本計画等々があるものにですねかぶせていけるんですけど、そうじゃないようなものがあってですね、まずそれは、皆様からの政策提起を受けて、事業メニューを探してですね、であと、事業採択に持ち込むために、国や県と、いろいろ調整するというのがございますし、先ほどありました、全く単品でやらなければいけないものはですね、まさに皆さんからありました500万が1000万になったですね、住宅周りの、道路整備とかですね、そういったこともありまして、それも含めてですね、政策提起は政策提起としてね、ずっと毎年度の、予算に何が反映できるかというのをですね、考えながら、おのおののセクションでですね、取り組んでいきたいと思っています。遠回りお辞儀。はい、総長ありがとうございます。このようにですね、我々この政策提起というのは村民から直接いただいてきた声をさらに、100件近いこの意見を精査して、それを絞って選択した、提案してきたものでございますので、ぜひともですねそのまましておくのではなくて、何らかの、経過報告なりを、これをできれば年に1回ないし進んだときに議会に提案していただければと思います。その中で成果としてですね、生活道路の予算が上がったり、また富谷の漁港内の片崎の方がですね整備が進んだりと、いいこともやっておりますので、残りの政策提起、またこれからも意見交換会は毎年続いていきます。さらに課題は増えていくでしょうが、ぜひですね執行部一丸となって、ご尽力いただければと思っております。それについてよろしくお願いいたします。それでは次の質問に参りたいと思います。すいません、次の質問に行く前に、この中から質問しないとは言いましたが、先日9月15日星野リゾートの、支配人、社長であります星野さんの講演会の時にちょうど紫村の従業員からですね、議員ちょっと聞いてくださいと、こっちの会長に来る前に、前にも私もまた荒城議員も、提案しました、紫村の前の農道から、丸台から降りてくるこの道の三叉路ですね、ちょっと危険だということを言ってました。その道路でまた事故があったと、ぜひ早めに対応してほしいということがありました。でどういう事故だったのかと聞きますと、やっぱり観光客と、民間の方の、事故だったということでしたので、ぜひともそこはですね、やっぱり外国表記の、注意喚起が必要じゃないかと思っております。現在、よく今工事でも英語表記、中国語表記、韓国語表記されている縦看板も多く見られてますので、そういう外国人が多く利用される、また危険箇所にはですね、そういうところも、していただきたいと思いますが、それについてちょっと一言いただきたいと思います。安田義智生活環境課長。事故につきましては、先日ありまして、うちの職員が、現場の方も行きながら、確認はしております。で、東屋方面から、レンタカーが来て、一時停止義務違反ということでですね、その丸台側からこう農道の下に降りようとした車と、接触をしたということがありました。幸いにも、救急車を呼ぶほどの事故ではなかったということではありましたけど、やはり、危険な場所ということであります。で、政策提起にありますように、信号機、黄
黄色の点滅の信号の、要望ということもありますので今、去年ですね、その信号機の設置について、要望しているところであります。で看板については、今は日本語表記の看板を、設置して、交差点があるというような表記をしておりますけど、そこについては検討していきたいというふうに考えております。東間良次議員、注意喚起に関してはですね、オーバーという感覚はないと思いますので、それでまだ起きるようでしたらまたいろいろまた考えていただきたいと思います。それでは2番に移りたいと思います。読谷補助飛行場跡地利用基本計画から、丸1、村民が、長年、切望している陸上競技場北側の通称せせらぎ広場整備の進捗状況を伺います。丸2、平成25年に発刊された第2次読谷補助飛行場跡地村民センター地区跡地利用基本計画策定委託業務報告書というのがあります。その中で名称がせせらぎ広場と川丸広場と2つ混在しておりますが、その理由を問います。丸さん、補助飛行場跡地利用の、全体の進捗状況を伺います。荒垣和夫企画政策課長。ご質問2の丸1についてお答えします。せせらぎ広場につきましては現在事業採択に向けて準備を進めている状況でございます。ご質問の丸2についてお答えします。せせらぎ広場につきましては平成24年に策定した読谷村村民センター南側地区等基本計画調査業務において川回る広場に名称を変更しております。ご指摘のある報告書の中で、同調査業務以前の資料を引用している箇所にはせせらぎ広場が使用されているため、混在しております。どちらの名称も計画の中での名称であり、正式な名称については具体的な事業を進める中で検討し、事業が完了した時点で決定していきたいと考えております。ご質問の ③ についてお答えします。先進農業集団地区については農業基盤整備および灌漑排水整備事業が今年度で完了予定となっております。第二工区につきましては調査業務を平成28年度に行っております。村民センター地区につきましては返還前には運動広場、平和の森球場、役場庁舎、文化センターが整備され、返還後には健康増進センター、陸上競技場読谷中学校が整備され、今年度はパークゴルフ場が着工予定となっております。道路につきましては国道読谷道路が一部開通しており、村道中央残波線については全線開通を目指し整備を進めております。また村道波平戸屋線、村道祖部崎見線が開通しております。東間良次議員。では丸一について再質問させていただきます。事業採択に向け整備の準備に取り掛かっているとありますが、これいつ頃予定をされていますか。またですね、今期間において、村道認定を行っております北地区と整備が始まりまして、これは地域として嬉しく思っているところでありますが、その北地区とのですね、整合性をちょっと伺ってよろしいでしょうか。荒垣和夫企画政策課長。はい、事業この、事業のですね、導入予定なんですが、本来は今年度でですね、一括公金を活用して、事業を進める予定でございました。しかしながら他の優先すべき事業があったためにですね、これについては準備は進めておりますが、まだ
県内閣に対しては、そういった、感じで、正式なですね、まあ、事業のそういった、提出はしてございません。早ければ、早ければ30年度、10年度にはですね、動きたいと考えております。また、北地区との、整合については、具体的にもう一度どういった、まあ、整合の話なのかということをもう一度だけ、質問していただければと思います。東間良次議員。はい、この北地区はですね、一旦この整備が、暗礁に乗り上げたといいますか、整備が止まってしまって、やっぱり国民としてはすごい結構不安に思ってたんですけども、この北地区整備が進んだことによって大変喜んでおります。その中で、北地区のこの予算がですね、大体10年後を見越してこの整備が進んでいくんですけども、その地主会の話の中で、地主会の方々から、聞いたところによりますと、北地区は住宅として整備します。で、隣のせせらぎ公園はこの、北地区と一緒になってこの公園整備の一環として、このグラウンド整備なり、もともと最初はグラウンドでしたが、その後グラウンドは陸上競技場を使用していいということで、ここグラウンドではなくて、スポーツ の公園として、また緑地帯として公園として整備していくよということは話があったもんですから、この北地区とこのせせらぎ公園が同時に進行していくものなのかなと、もしくはまた別々で整備でもいいですけど、どのくらいの目処を持ってこの整備が進んでいくのかなということを改めて、ちょっと伺いたいと思います。田島俊夫副村長。北地区につきましてはですね、地元から地区計画の都市計画提案を受けてます。地区計画の決定条件にですね、一定の公園広場に接することというのが義務付けられております。その要件を満たすのが今言われた広場ということになりまして、計画的には一連のものというふうに考えられていました。で、事業的にはですね、また別事業として進めていくということになります。東間良次議員。事業は別ですけれども、両方が今進んでいることに地域としては大変嬉しく思っております。その点に関しては、感謝しております。その中でこの整備の中でですね、以前より地域ではその地域をせせらぎ広場と、呼んで、おりました。今回傍聴席に来ている先輩方からも聞いても、せせらぎ広場だったよ、せせらぎ公園だよということで聞いております。それがですね、25年あたりから川回る広場ということで、名称が、2つ混在しています。その理由についてお答えいただきます。田島俊夫副村長。しばらく休憩いたします。再開いたします。田島俊夫副村長。はい、せせらぎ広場の名称につきましてはですね、この平成24年に策定した計画時に、いろいろ精査して、川の状況等を踏まえてですね、せせらぎという現状をもう少し、考えた方がいいんではないかということで、他の、緑の基本計画等の計画調査を受けましてですね、水系が緑の系に変換していく地点だという意味合いを込めて、川回る広場というふうに名称を変更した経緯がございます。ただ実際はせせらぎ広場というのが先行していたために名称が混在してきたということだとございます。東間良次議員。このような状況は分かりましたが、やはりみんな昔から呼んでいる通称というのがあります。やっぱり現状とは違うといっても、やはりなんか馴染みのある環境といいますか、広場は公園は公園、せせらぎ公園はせせらぎ公園というすぐあるんですけども、急に川もある広場と言われてもどこねということで、違う整備が始まるんじゃないかとかですね、不安になりますので、やはりこの、これから、整備していくので、その時にはですね、そのことも留意していただきまして、またこういう思いがあるんでしたら、その川丸広場になるというのをちゃんとですね、地域に説明していただ
いてですね、意見交換していただきたいと思います。やはり地域の方々のこの通称 の地名というのは昔の思いがそのまま名残で残っているわけですよね。なので今の現状とはもう違うかもしれませんが、昔はそう呼んでいたのか、その思いが残っております。特に波平のあがり城という公園があります。でもあそこにはガジュマルがあるからガジュマル公園しようとか、キジムナがいそうだからキジムナ公園にしようとか言ったらまた地域の思いと違いますので、やっぱり地域のこ の場所の思いというのはその地域のいろんな人の思いが残ってますので、名前変えるとなるとなんか文化が壊されるような、歴史が消されてしまうような思いもありますので、その点もですね、そういう現状を見て名前がこういうのがいいんじゃないかっていうんですが、その思いをですね、ぜひ説明会開いてもらうなり、この事業が始まるときにはですね、説明していただいて、十分地域の住民とですね話し合っていただきたいと思います。じゃあ丸さんの方に質問いきます。戦後70年余りが経ち、ようやく飛行場の跡地利用が一つの区切りを迎えようとしているような感じがしておりますが、まだまだ課題が、残っていると思います。やはり地域の、方々にするとですね、このよく言われてた跡地利用の7対3という、形がですね、どうもどんどん進んでいく、この事業が進んでしまっているからだと思うんですけれども、急に進んでいるのでこの7対3というのが崩れてきているんじゃないかという、不安の声もありますので、その点について、一言お願いできますか。荒垣和夫企画政策課長。はい、7対3につきましては、現在も、そのままですね、公共施設は、29.7% ぐらいだということで、認識しております。従いまして7対3、そのまま、堅持しているものだと考えております。東間良次議員。はい、このような安心できる答弁をありがとうございます。これからまだこの地域には、ロードパークでしたね、ですね、いろんな整備が進んでまいります。それも含めこの割合ということで認識してよろしいでしょうか。荒垣和夫企画政策課長。はい、そのように、認識、共通認識をしたいと考えております。東間良次議員。やはりこの飛行場跡地というのは、村民の大切な土地であり、また地域にとっても、やっとこの地域が、望んでいたように、復興のシンボルとして、事業がいろいろ進んできておりますので、ぜひ村民が本当に誇れる思いを思える、また崎見地域が、誇れる思いに地域に、していただけるように、この公園整備もですね、なるべく早く、そして素晴らしい施設ができることを望みまして、3番目の質問に行きたいと思います。3番の質問。2020年、東京オリンピックに向けて、丸1、2020年、東京オリンピックにおきまして、サーフィンとスケートボード競技が正式の失礼しました正式種目になっております。村内でも青少年をはじめ多くの方がサーフィンおよびスケートボードを楽しんでおります。サーフィンというのは自然の中で楽しむものでありますが、スケートボードは専用のパークが必須であり、早急に整備をする必要があると思いますが、丸2、今後スポーツコンベンションにおいてどのような種目が考えられますか。答弁をお願いします。玉城秀人都市計画課長。ご質問3の丸1についてお答えします。スケートボード場につきましては、前日上地議員へお答えした通り、設置に向けて検討しているところです。次に丸2についてお答えします。キャンプ実績のある野球、サッカー、男女ラグビー、女子ソフトボール、パラ陸上などの種目を考えております。東間良次議員。
はい、この議場でもですね、何度かスケートパークの話はしていただきました。だんだん前向きな答弁をいただけるようになってきておりますが、やはり問題は場所ということでございますので、昨日の、上地議員の答弁では、残波方面がいいのではという話がありましたが、なかなか議論が進まずそのままなってしまいましたので、私の方で引き取って、いきたいと思います。やはり残波公園までとなると、やっぱり子どもたちがやっぱり スケートはだいぶ多くなってきているので、子どもたちが移動手段として自転車もしくはこのスケートしかないんです。ですけど皆さんご存知の通り、公共の道路ではスケートボードは禁止になっています。さらに歩道でも禁止ということで、子どもたちは歩いて残波まではかなり遠いと思うんですよね。なかなか行けなくて、すると結局道路をこのスケートボードを蹴ってですね、そのまま乗っていく傾向にあるとさらに危険があるということで、やはりスケートボードを楽しむ子どもたちからすると、できればこの村民センター地域、この庁舎があるですね、民間住宅が少ないこの地域が一番適しているのではと思います。さらに、パークゴルフ場から、この先ほど言った瀬崎広場に至るまでがスポーツ広場のような形で整備が進んでおります。その中でなんかどこか、整備ができる場所がないかどうか改めて答弁をお願いいたします。玉城秀友都市計画課長。はい、スケートボード場につきましては、今現在は設置する方向で確かに検討しております。ただ設置場所については、昨日も申し上げたとおりに、騒音やアクセス、そして管理ですね、一番管理の容易さを、今重点に、選定していきたいと考えておるんですが、現在ですね、早く既存の公園内でまずできるスペースを考えた場合は残波岬公園ですね、向こうにはレストランが常時運営しておりますので、それと管理の容易さもいろいろあるのかなと思って、今そこが候補地となってますってことなんですけど、村民センター地区につきましては、跡地利用計画でほぼもう、中身、これからの整備計画が決まってきておりますので、なかなかその箇所には、今後、変更をしないと入れないのかなと思っております。そして、その周辺といいますと、道路パークなどが今後予定はあるんですけど、あと赤インコ展望広場も含めましてですね、少し長期的な計画になっていると考えておりますので、近いうちにですね、スケートボードを作りたいと考えた場合には、やはり残波岬公園の方がいいのかなということで、今候補地となっているということであります。東間良次議員。そうですね、村民待望といいますか、子どもたちが待望のこのスケートパークなんですけれども、やはり村内でも、大人のですね、スケートといいますか30代を中心に、20代のスケートボードの、協会まではいかないですけれども、10何名かで集まっているチームがあるんですけども、そのメンバーに聞いてちょっと相談してまいりました。このスケートボードどこがいいですかと。やはり子どもたちに教えるんだったらこの周辺がいいでしょうと。残波まで行くと、残波まで子どもたちは本当に危険だよと。でやはりあそこは大人が遊ぶような形で作っていただいて、子どもたちのためにはやはり中心ぐらいがいいでしょうということで言ってました。でこの跡地利用村民センター地区計画を読ませていただきました。これ本来でしたら瀬崎公園の方で読ませていただいたんですけども、その中でロードパークがありまして、その中にロードパークモデルということで、エンド駐車場等の整備計画というのがあります。その中に、広場括弧イベント広場駐車場兼用とあります。その中にですね、遊歩道に沿って広場を配置する、
広場、フリーマーケットなどのイベント広場やバスケットシュートなどの会員スポーツの広場として利用するとあります。その中に組み込むことは可能かどうかちょっとお伺いします。玉城秀友都市計画課長。はい、道路パークにつきましては、基本計画まではできておりまして、そのスペースの中でですね、仮にスケートボードを組み込むことを今後検討することは可能だと思っております。遠間良次議員。はい、このようにですね、計画がある中でもし入れるのであれば、この計画を揉んでいただいてですね、ただ、残波でもやりたいという思いがあるんでしたら、残波はもともとのスケート場があるじゃないですか、丸い下がコンクリートになって、そこは工事ではなくて、そこにランプといいまして、このスケートを滑れるようなこの器具ですね、それを配置して、それは工事もないのでそのほど予算かからないと思います。それを置いて管理してもらって、でさらにパークはもう、数年経つとは思いますが、そのような計画で、この地域もしくは別の地域ですね、そういううちに作れるような計画をしていただきたいと思います。その点についてですね、村長からも一言いただければと思っておりますので。石峰伝日村長。はい、とってもですね、いいご意見だと思ってます。先ほど課長が言ってたのはロードパークの中にというと、実施年度がですね、だいぶずれ込むということで、これはまだ、基本計画の段階ですから、当面は、残波のスケートボードのところがいいでしょうということでございましたので、そこに作るにあたってもですね、今おっしゃるようにこの、スケートボードのやってるメンバーとのですね、意見聴取もですね、行っていきたいと思っています。遠間良次議員。はい、このようにですね、もし設計に至るんでしたら、ぜひこの経験者のですね、若手の話を聞いていただいて、素晴らしい、子どもたちのために間に合うかどうか分かりませんが、2020年この読谷村からですね、スケートの代表が出れる、もしくは将来それ以降のオリンピックにも向けてですね、素晴らしい選手ができることを、記念いたしました。次、丸2の方に移りたいと思います。今後のスポーツコンベンションについてですね、現在野球、サッカー、男女ラグビー、女子ソフトボール、パラ陸上などの種目を考えておりますとありますが、その他にですね、この前村長の方からの、声もありました、ビーチバレーの件がありました。それについて新しい情報ありましたらお願いいたします。山内義親ユタサムラ推進部長。はい、今、国際大会が2019、2020ワールドカップと東京オリンピックに向けていろんな国内でのスポーツに関する取り組みがされています。その中で地元読谷村の方にも何回か事前キャンプとして関係者が視察に来ている中でですね、沖縄県体育協会の関係者からビーチバレーの方も読谷村環境的には適しているんじゃないかというお話がございまして、その中で我々としてもそういう場所が使えるんであればぜひ迎え入れたいなということでですね、今この方も積極的に取り組めるんであれば我々としてはアプローチをしていこうかなというふうに考えております。遠間良次議員。はい、最近はですね、このスポーツコンベンションも読谷の方ではだいぶ定着していろんな種目が来ています。その中で、通常でしたらオフシーズンだったのが、今回このビーチバレーというとまたオンシーズンといいますか、その時期とはまたずれていると思いますが、どのぐらいの時期になるのか、またさらに、場所ですね、候補どちらになっておりますか。山内義親ユタサムラ推進部長。はい、時期的に関してはまだ正式には、はっきりしたことは分からないんですけど、多分、県外の人、国内のチームが、沖縄で地元で、キャンプをするとしたら、やはり冬は暖かい地域でやりたいというのがまずあるとは思います。それと、場所的にはですね、今体育施設と隣接している宿泊施設があるのが、残波、
三崎ロイヤルホテルさんです。あとソンヘンビーチもございます。で近くには、一般海岸である宇佐海岸もございますので、そういったところをホームにしてですね、活用ができないか。で更衣室トイレも完備されてますので、既存の施設をうまく有効利用してですね、そのキャンプを受け入れることが可能かということでですね、調整を図りたいなと思ってます。東間良次議員。県内ではですね、こちらサンサンビーチとかですね、数箇所このビーチバレーの、やビーチサッカーのこの会場があるんですけども、この宇佐浜宇佐のビーチだったり、ソンビーチだったりの場合、そのままの状況で、環境整備はできるんでしょうか。お伺いします。山内義親与田村推進部長。はい、まあ、若干専門的に言わせれば砂の、細かさとかですね、そういったのも、対象になってきます。あとはやはり、まあ、かなり練習エリアとしてはですね、今のところは、見た目では問題はないんじゃないかということをおっしゃってるんですが、あと更衣室の完備がですね、まあ、ナショナルチームになるとどのぐらいの、まあ、レベルで、必要となってくるかということがあるとは思うんですけど、あとやはりホテルがですね、やはりその体育施設に、隣接しているということで、動きに関してはかなり有利な面があるものですから、その辺でかなり、各首脳陣の人たちはですね、そこを、選ぶ要因があるんじゃないかということ です、ね、関係者からお話を聞いています。東間良次議員。はい、今こういった関係者が、まあ、OK 出しているということはそれなりの、評価をいただいているものだと思います。そこでですね、私、先日たまたまなんですけども、ビーチサッカー協会の会長の方とですね、たまたま会う機会がありました。その時にぜひ読谷で大会を開きたいということがありましたので、そのような会場に使えるような、もしこのバレーがですね、ビーチバレーを整備するんでしたら、大体そのビーチバレーコートの倍ぐらいなので、キャンプするんでしたら2面ぐらいのビーチバレーコートを作るはずですので、できればこのビーチサッカーについても、この受け入れをしていただきたいと思うんですけれども、それについて何か、知っていることがあればお伺いしますが。山内義親与田村推進部長。はい、ビーチサッカーに関しても日本代表チームがございます。沖縄県出身の方も過去にはいましたし、まあ、そこのチームに所属している方、まあ、県外出身ではあるんですけど沖縄にゆかりがある選手も結構います。でそういった中で、過去には、良いまで、ワールドカップで成績を収めた経緯もあるんですけど、ビーチサッカーに関しては今、まあ、スポーツ庁の中で、例えばオリンピックの種目としてですね、今まだ追加種目にはまあされてません。今回の東京オリンピックに関しては、まあ、その辺ではやはりちょっと、キャンプでですね、活用するっていうのがですね、本当に可能なのかっていうのも含めてですね、ちょっと精査しないといけないところがございますが、まあ我々としては、ご相談があったらですね、いろいろとまた、我々の環境で適しているのであれば、我々としてもまたその相談は進めていきたいなということはございます。東間良次議員。はい、まだ、おっしゃる通りビーチサッカーはまだまだ、オリンピック競技ではないですけれども、今ビーチバレーも、そのような競技がなってきておりますし、またビーチサッカーにおきましては沖縄のゆかりのある方もしくは、県出身者がですね、多く代表として、選別されているので、やはりこのメッカとしてですね、この沖縄が今名乗り上げるいいチャンスではないかと思っておりますので、また、この読谷の子どもたちがですね、一つでも多くの競技にこのオリンピックに、参加できるよう、期待を申し上げまして私の、質問とさせていただきます。東間良次議員の質問は終わりました。しばらく休憩をいたします。午後は1時30分再開です。